ご視聴ありがとうございます。今回は土地の境界線を探す話です。土地の境界線を自力で見つける。山の土地を購入してもうすぐ4年。道路に面しています。境界線の目印。境界標っていうらしい。反対側にも。ここはパイプが刺さっているだけ。境界標らしきものはありません。下に埋まっているのかな。さらに反対側。パイプすらありません。ここに関しては境界線が全くわかりません。境界線を自力で探し出します。ここと、ここは境界標があります。ここにはパイプの目印があり、ここが船。なので、ここの距離を測定し、ここからその距離を測れば、見つけられるかな。とりあえず、やってみます。手持ちのメジャーは短いので、20メートルのメジャーを購入。頻繁に使うわけではないので、コンパクトなタイプを。アマゾンで1000円くらいでした。キャンプ用のペグ。ゼロの場所に合わせます。刺さらない。クランプで。少し長さが足りなかった。測定完了。一度回収。草刈りしないと無理だな。
周辺を探します。これは。ただの石でした。結局、目印らしきものは見つからず。作戦変更です。ここの長さを算出して、この交わった部分に目印があるはず。ちなみに土地の図面はあるのですが、この距離と、ここと、ここしか記載がありません。せめてここが分かれば算出できるのに。三斜方、D らしい。三斜方は昔ながらの手法で、土地を三角に分けて面積を算出する方法らしい。面積を算出してから、長さを算出すればよいのかな。よくわからないので、我流でいきます。三平方の定理、を使ってみます。直角三角形なら、この公式で長さを算出できる。知りたいのはこっちの長さですか。こっちと同じくらいだと思うので。算出完了。ここから、ここを目指します。20メートルのメジャーなので、数回に分けて測定。この辺りかな。付近を探していると、これは、見失わないように、少し掘ってみます。行くともしません。これ自体が目印なのかな。かなり深くまで埋まってそうです。境界線が分かったのでよしとします。思っていたより敷地が広かったです。今回はこの辺りで。登場したアイテムは概要欄、ブログでも紹介しています。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。
ご視聴ありがとうございました。